いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はアンダーズ東京のハロウィンアフタヌーンティーをご紹介いたします。本当は今日はキャピトルホテル東急の折り紙のモーニングに行く予定でしたが、ちょっとね、前日に絶対明日朝起きれなさそうだなということで急遽予定が変更となりました。窓際席を予約しましたが、もうね、ほら見て、天気がもう最高。この窓際席からの、この大きな窓からの眺めがもうね、最高に良くて、すごくいい時間を過ごせそうです。こちらは急遽予定変更だったので、当日の朝予約して取れたので空いてるのかなと思ったら、もう満席で、予約が取れたことが本当に奇跡だということが来てから分かりました。今回のハロウィンアフタヌーンティーのメニューはこちらになります。ジャックオーランタン、ゾンビ、ミイラ、カンオケ、コウモリ、なんかこのメニューだけ見るとちょっと笑えますね。スイーツがゴースト、クモの巣、悪魔、目玉、ウィッチハット、ホキ、やばい、楽しいですね。そしてスコーンがオレンジとレーズン、それからかぼちゃの2種類になります。お飲み物はこちらのメニューのコーヒー、紅茶からフリーフローとなってます。ちなみに、今回は窓際席確約の、カクテル付きのお席をお願いしたので、最初にこちらのカクテルが出てきました。こちらはドラキュライメージでございまして、クランベリージュースに、パッションフルーツなんですよ。これが竹炭を使ってグレープフルーツですよ。でこちらがですね、青いリキュールにグレープフルーツです、ね、レモン、オレンジ、でお花のシロップも少し入って、お二つとも少し混ぜてお召し上がりください。力を持った方が綺麗。こちらの左側が、アルコール入りのカクテルで、右側がノンアルコールのカクテルになってます。どちらもなんかね、こうハロウィンっぽくていいなと思いました。今日はいつも折り紙のモーニングに一緒に行くけいこさんと来てます。でけいこさんは甘いものが苦手なので、アフタヌーンティーなんてもう雰囲気だけでお腹いっぱいっていう人なんですけど、まあ、来ないだろうなと思って誘ったら行くっていうので、こちらの予約が取れたことと合わせて、けいこさんがアフタヌーンティーに来るっていうのが奇跡でした。そしてこのね、カクテルはハロウィンっぽいけど、色的に味はどうなのかなと思って、しかも混ぜたら真っ黒。こんな真っ黒ですけど、飲んだらね、めっちゃ爽やか。なんかグレープフルーツなのかな。なんかそんな感じの爽やかさでした。美味しかったです。そしてアフタヌーンティーセットが早速登場いたしました。私が苦手なものがいくつかあるので、こうやって2つに分かれて出てきました。こちらの右側の方が本物です。本物の本来のアフタヌーンティーで、左側の方が少しアレンジしてもらったものになります。はい。真ん中がセボリーでして、一番下の段がスイーツになります。はい、真ん中の段から参りまして、こちらのタルト生地のものです。中にトマトフルーツといいます。ひよこ豆のペーストにトマト風味をつけたものをご用意しておりまして、その上にモッツァレラチーズとアボカドのペーストをご用意しております。イメージしたものでして、中にエビのムースを入れしております。外側が春巻きの皮を薄く切ったものを巻いてお作りしております。一番奥の黒いもの、竹炭のサブレでございまして、中にサワークリームとスモークサーモンを入れしてお作りしております。真ん中のものがシュー生地の中に、こちらがフォアグラのムースを入れしてお作りしたものがございます。こちら変更点ございまして、中にかぼちゃのピューレを入れしてお作りしたものです。サンドイッチでございまして、中に卵のサンドイッチでございます。ベリーロースというピンク色の食パンを使用してお作りしております。上のコウモリのものが竹炭バーガーで色をつけておりますので、手が真っ黒になってしまいますので、お気をつけくださいませ。スイーツ一番下の段参ります。こちらの右手前側の紫色のものが紫芋
りしております。そちらも皆さんこちらのチョコレートに変更して可愛いしました。こちらのミニエクレアがかぼちゃのお味をご用意しております。ここはトマトとブルーベリーのガナッシュを中に入れしてお作りしたものがございます。僕の目玉になっていますものがリンゴとメープル風味のカップケーキでございまして、上に生クリームとラズベリーソースをおかけしてお作りしたものがございます。右側にございますものがウィッチハットをイメージしたものでして、ココア風味のコーンの中にマロンクリームとあとカシスのコンフィを入れしてお作りいたしました。あとマロンクリームのお箸でお持ちしましたので、こちらイチゴのマカロンに、はい、お用意しております。先ほど一番上にスコーンを2種類お持ちいたしますので、その際にお好みのお召し上がりをございまして、手前から生クリームと真ん中が蜂蜜、一番上がシナモンバターをご用意しております。お待ちいたします。こんな感じでアンダーズのアフタヌーンティーもすごい可愛い感じに仕上がってました。ハイアットセントリックのハロウィンアフタヌーンティーに続きまして、こちらもねほんと可愛くて、なんか食べるのがもったいないくらいなアフタヌーンティーです。まずはこちらのミイラエビのムースを解体してみましたが、中はね結構白いエビのムースで、思ったよりもね固め、ちょっとこう柔らかい感じなのかと思ったら結構しっかり固めなエビムースで、周りの皮、春巻きの皮はパリッパリとしてました。そして噛むとねエビ感がこうふわっと口の中に広がる感じで美味しかったです。そしてここで焼きたてのスコーンがやってまいりました。本当はオレンジ、左側のこのオレンジレーズン、それから右側のかぼちゃとチョコレートなんですが、オレンジとレーズンがあんま得意ではないので、かぼちゃ2個に変更してもらいました。スコーンが乗ると本当にアフタヌーンティー感がさらに増します。こちらが可愛い卵と生ハムのサンドイッチになってまして、上のコウモリは竹炭を使っています。そう言われると生ハム感があまりなかった気がするのですが、色合いがすごい可愛い卵サンドイッチでした。そしてこちらがかぼちゃのスコーン、チョコレート入りになります。割としっとりめの生地でほんのりかぼちゃ風味になってるところに意外とねチョコチップが合ってました。そしてこちらのゾンビがまたまた可愛くて、なんかこの頭の上に乗ってる黒いのがなんかちょびっとした感じで可愛いです。ゾンビを解体しますと、中がトマトのフムスとモッツァレラと上にアボカドのディップになってますがね、このトマト感がこうちょっとこう酸味、爽やかさが加わって、見た目も可愛いけどなんかこう爽やかでしょっぱい系の美味しいタルトでした。タルト生地もサクサクで、このトマトとモッツァレラとアボカドがすごいいい感じでマッチしてました。こちらの目玉はメープルシュガーとリンゴのカップケーキです。上の目玉はねホワイトチョコレートでできてました。そしてここで、飲み物ホットチョコレートを追加いたしました。こちらのホットチョコレートもなんか甘すぎなくて程よい感じで美味しかったです。でね、このカップケーキが本当ね、メープルシュガーが効いてる。食べた瞬間に、メープルシュガー感がなんか香ばしい感じで、口の中に広がって、あ、うまいって感じ。生地自体も、ボソボソしてなくて、割としっとりめで食べやすいですけども、上にクリームが乗ってるので、さらにこう食べやすい感じになってます。そしてこちらがウィッチハットのマロンクリームの代わりに、ストロベリーのマカロンにしてもらいました。これはね見た目の淡いピンク感よりもものすごいストロベリー感があって、めっちゃイチゴって感じでした。イチゴ感が濃厚で、見た目の思った感じよりもすごい美味しかったです。そしてこちらのシュー生地の中に、フォアグラのムースが入ったもの、内臓がそんなに得意じゃないのでかぼちゃのクリームに変えてもらいました。このね、シュー生地が超絶サクサク、軽い口当たりですっごいサクッとしてて、甘すぎない大人味のこうかぼちゃクリームが入ってて、なんかこうでスイーツにもなりそうだし、セイボリーにもなりそうな感じでした。そしてまたお飲み物を追加いたしまして、ホットチョコレートがね美味しかったので、ホットチョコレートとアイスカフェラテをお願いしました。続きましてかぼちゃのエクレア、こちらのエクレアはね1階のショップでも今月は売っております。1階のショップのエクレアも前回行った時とはなんか多分総入れ替えなのかな、種類が全然変わってました。
きらのエクレアは一口サイズで、もう見た目もね、可愛い感じ。切ってみますと中はこんな感じです。あのサイズがちっちゃいから仕方ないんですけど、普通のエクレアを想像していると、シュー生地に対してクリームがちょっと少ないなっていう印象なので、あの大きいサイズを食べるよりはかぼちゃ感は少しこう弱まる感じがします。でもね、さっきのかぼちゃのランタンもそうなんですけど、このねシュー生地がすごいサクサクしてて、あのそれがねすごい美味しいです。そしてこちら、クモの巣はブルーベリーのマカロンになってます。下がブルーベリーで、上にねオレンジのマカロンの、この色の組み合わせがめっちゃハロウィンっぽい。こちらはこの銀色のねアラザンが入ってるので、このマカロンの食感にこのアラザンのね、なんかザクッガリっていう感じが意外と合ってました。今ね編集の時にこれがブルーベリー味だって分かったんですけど、食べた時はねちょっとあんまり何味かよく分からなかったです。とりあえず可愛かったです。お次が缶オケになりまして、竹炭のサブレにスモークサーモンとサワークリームが入ってます。あの上の部分も十字架でくり抜かれてて、めっちゃねこう細かい、手が込んでます。サブレはカリッとしてるのかと思ったら、意外にねこちらも柔らかめなサブレで、スモークサーモンの塩気と合ってました。それでまたこれがね、可愛い紫芋のモンブラン。このなんかね、トゲトゲ感に、この目玉がね、可愛い、最高。こちらの紫芋のモンブランも1階のショップで、ちょっとこんな形じゃないけど、売ってました。サクサクのタルトにクリームが入って、上に紫芋のペーストが乗ってます。ハイアットセントリックでもこれ似たようなのありましたが、ほんとね、この下のサクサクと上のクリーミー感の食感がすごくいい。そしてまたまたアイスカフェラテをおかわりしてます。そしてあのスコーンにねクリームがついてたんですけども、使わないのでアイスカフェラテに入れてみました。気持ちいいカフェモカ風なアイスラテになります。あとね、またホットチョコレートを頼んでます。なんかこれ本当にね甘すぎなくて、もうでも苦いわけでもないんだけど、なんか程よくて、あの美味しかったです。アイスラテもホットチョコレートも何杯目だって感じなんですけど、あのどっちもね何杯飲んでも全然大丈夫な感じでした。そしてあの ラテが出てくるたびにね、コースターが色違うなと思ったら、あのこちらの4種類があるそうです。これもね、あの毎回なんか色が違って、それが新鮮でなんか楽しかったですね。いかがでしたか。今日はアンダーズ東京ラウンジのザ・タバンのハロウィンアフタヌーンティーをご紹介いたしました。スイーツもセイボリーもあのね、どれもほんと可愛くて、もうねめっちゃいい。そしてこちらの窓からの景色、本当にいい時間が過ごせました。本当に今日は直前にね予約したのに席が取れて本当ラッキーでした。1時からの席だったのですが、3時半からのお席が2回転目で、そちらも満席でした。アンダーズのこちらのザ・タバンのアフタヌーンティーもいつも素敵なので、ぜひ行ってみてください。いつもご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルではホテルのお部屋、ご飯、お土産を紹介しています。ホテルが好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。